64。上か下かどっち行くんだ？赤だから、これす、あ、そこ行くのか。ちょっと待って、そこに赤があるから、だからあれ？ちょっと違うんだ、しかも。ちょっと最初こっち？合ってんのかな、これで。できそうだけど。合ってたな。65。さあ、ラストステージですね。これも対象系だから、深く考えなくてもやれるかな。あ、ちょ、え？考えないでもできるって言ったのに全然できてないっていうね。ひどいな。はい。え、これ思った以上に難しいな。あれ？そっか、よくよく見たらここ三サルになってるから、コウモリを、コウモリ状態で三サル抜けなきゃいけないんだ、これ。そのためにどうするかっていうと、って感じじゃん。思いっきり歩数オーバーすんな。ちょっと待って、コウモリからサンサルに行けない？ 1,2,3,4,5。 あ、無理だね。どう頑張っても無理だな。どうだ、サンサルはどう抜ければいいんだ、これ。あ、違う、サンサルは抜けないで、上と下だけ繋いで、最後はゴールのところから横から取りに行けばいいわけですよね。そうすると、わかんないな、動いていくしかないな。全然ダメだな。ぐわー、歩数が。あ、全然ダメだよ、これ。
え？どういうことだろうか。先に入っちゃうとか。待って全く分かんないんだけど。これもダメだしな。弱ったな。ワープが多い分ややこしいな、これ。これじゃもうダメだしな。さーて、どうしようか。こういく？あ、できた。オッケー、パーフェクトクリア。転生が可能になりました。あれ？そうだっけ？まあいいや。はい、というわけで、なんとか全部クリアできました。いやー、今収録2時間ですわ。で、まあこれ3日目の収録なんですけど、おそらく過去の2日分も合わせるとトータル時間は5時間優位にきますね。いやー、結構ね、昔やってたのもあるんですけど、やっぱ思い出せなかったですね。思い出せなかったし、なんか単純な分奥が深かったなって気がします。久々にやってみて。まあ、ゲームとしては、なんだ、割とシンプルですし、かなり前の作品なので、まあ、そんな派手さはないんですけれども、やってみると面白いと思います、これ。とにかくステージのバリエーションが豊富ですし、ギミックもそんな、ギミックっていうかな、その仕掛けとかもそういうのもそんなに、ややこしいのも出てこないので、まあ、あとはプレイしながら慣れていくって感じでできると思います。まあ、今回僕、まあ、クリアする様子を全部お見せしましたし、全部、なんか最短歩数でクリアするっていうのをやりましたけれども、それやるだけでも結構難しいです。やってみて本当にすごい難しかったですね。まあ、最短歩数やるんだったら、普通にクリアするだけじゃなくて、どういう無駄を省いていくかっていうのを、やっぱしっかり徹底的に考えないといけないので、その分、難易度はかなり跳ね上がります。まあ、そんな感じですかね。いやー、久々にやってみて面白かったですけど、かなり大変でしたもん。いやー。なかなか昔プレイしたやつって思い出せないもんですね、これ。すごい感じました、今回。パズルになるとなおさらだなって気がしますね。まあ昔プレイしたゲームはちょこちょこまあ実況として出してたりもするんですけれども、まあモノリスピアとか、もうやってるんですけれども、パズルはもう単純に本当に、なんだろう、とにかく動かしてやるっていうのがなかなかできないので、とにかく頭のひらめきが全部にかかってくるんですよね。まあなので、今回ですね、ちょっと、なんだろう、いけるかなと思ったら、ちょっとその考えが思いっきり外れた感もありました、僕の中で。まあでも、なんとかできてよかったです。
いやー、まさかこんな昔のゲームに手こずるとは思いませんでしたよ。もう、3日かけて、やりましたし、夜中はもう、まあ、ステージ数が豊富だったので、なんかやっていくうちに集中力も切れてきたことも考えたら、やっぱ僕も年取っちゃったなっていう感もありますね。うん。まあ、パズルゲームをちょこちょこ出していこうとは思いますけれども、また、なんだろう。こんな感じでね、ぐだぐだすることにはなると思いますけれども、ぜひお付き合いください。はい、じゃあそんなわけで、ストロークのプレイは今回は以上になります。今までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。どうもご視聴ありがとうございました。また他のシリーズ等でもお会いいたしましょう。